ご地国分寺は、新潟県上越市ご地にある、天台宗の寺院。三号は、安国山。陰号は、ケゾイン。本尊は、ご地如来。奈良時代に、聖武天皇の御事乗りにより、日本各地に建立された、国分寺のうち、越後国国分寺の後継寺院にあたる。本朝蛇ハ原廃寺後、聖武天皇の御事乗りによって、 建てられた、越後国国分寺を継承するとされ、時伝では、A65 年に、上杉謙信が、現在地に移転、再興したという。移転前の当初の寺地は明らかでなく、本町おじゃが原廃寺跡に否定する説のほか海岸侵食で没したとする説や、岩戸の山奥の院を、総建地とする説等がある。上杉謙信による、再興以前については、 演儀式に寺寮に万束と見える。中世には、伊豆宗、湯山別当三つ五銀の末寺であり、かつては、新御院集であったとも言う。室町時代には、万里集区が当地を訪れ、境内の様子を、バイカム人造に描写している。また、受伝では、上限元年に、親鸞が越後国に流罪になった際、親鸞は境内に草案を結んで住まったという。 謙信の最高以後では、上杉年譜から上杉影勝からの崇敬を受けたことが知られる。また、江戸時代には、幕府から、朱印地二百国が国分寺村に与えられるとともに諸役が免じられた。慶安元年には、天台宗になっていたとされる。同儀は、元禄二年と、完成六年の火災で、すべて消失しており、その後の再建、修復を経て、 現在に至っている。三重東三門現在の寺地は、永六五年の上杉謙信による移転、最高と伝える。移転ながら、由緒継承等で、旧時との関係が推測されることから、境内は上越市指定史跡に指定されている。また境内は、土塁で周囲を囲まれていることから、最高以前は、豪族の館であったとも考えられている。 境内中央に建てられた本堂は、昭和63年の消失を経て、平成9年に再建されたものになる。道内には、大日如来を中心として、薬師如来、宝生如来、阿弥陀如来、釈迦如来の五体の五地如来像が本尊として安置されている。本堂前に建てられた三重塔は、上越地方では唯一残る塔である。 完成6年の消失後の安政3年に再建を着工し、慶応元年に登場がされたが、高乱塔は未完成である。塔の神祖を鎖で釣って神祖に固定しないという、江戸時代後期から現れる手法をとっている。この塔は、新潟県指定文化財に指定されている。共像は、胸札から元禄6年の混流とされ、市内で建築年代を特定できる。 建造物では最古になる。倉内には、元禄5年の騎士名を持つ、鉄岩盤一彩鏡が収められている。境内入り口に建てられた山門は、天保6年の再建。正面には、暗黒山の山号を掲げる。門内の左右2体の二王像は、天保7年の作と、いう。この鏡像、山門はそれぞれ、上越市指定文化財に指定されている。 以上のほか、境内には、新蘭の旧跡という竹の内草湾を安置や、新蘭商人像がある。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。